こんにちは。こんばんは。ゆっくり霊夢です。最近、主の、おかげで、マイクラ国のこと、好きになったマリサです。今回は、この、シリーズは、私が、解説するぜ。主の、スキンは、かっこいい。みんな、思ったことない。主の、過去の、姿だぜ。主の、スキンは、右上に、あるわ。吸血鬼マイクラ、スキンって、検索したら、出るわ。今回、主の、過去姿、アサシンゼロについて、紹介するぜ。もともと、主の、コードネームは、ゼロなんだぜ。そして、マイクラ国内で、暗殺担当。日本人だから、海軍担当だぜ。空母の、エースゼロ、リース号を、担当するぜ。普通に、エースゼロ、リース号は、4号機ある中で、1号機を、担当。規定の、ワークンバーは、2号機を、担当。ワークンバーも、日本人だぜ。エースゼロ、リース号は、専用、ステルス戦闘機、D57 号通称、アタックを、積み込んだ、戦略用空母だぜ。アサシンゼロと、ワークンバーは、義兄弟なんだけど、甘酒では、なく、日本人愛用、蜜やサイダーで、兄弟の、絆を、交わしたぜ。ワンピースで、言う、エースと、サボと、ルフィの、3人組が、代表的だぜ。アサシンゼロは、中1の、時、総長。中3の時、中佐だぜ。そして、何より、彼ら、日本人たちを、可愛がってた。元帥、スティーブ・アランは、この、義兄弟に、日本の、ことを、話させ、日本の、天候、地理を、割り出した。理由は、もしもの時、マイクラ内の、日本と、戦争する時、こちらが、有利に、戦えるためかもよ。そんなわけで、今年の、今、マイクラ内で、日本と、戦争してるらしい。まあ、ゼロ戦は、破壊されるわ。ヤマトは、空母エースゼロ、リース号で、合金するし、ムサシも、合金したよ。というわけで、マイクラ国と、日本が、どんな風に、戦ったのか、ゲーム内だけど、もうすでに、九州は、制圧されとる。大変なのは、四国地方だってさ。まあ、マイクラ内の、日本が、どんな理由で、戦ってるのかも、主も、知らんらしい。さて、SLEF さんの、黒の、剣士は、この時に、レミリアさんが、事故死したらしいが、レミリアさんが、ネタバレに、少々なるけど、実は、主の、勘で、主は、民間人を、救う。担当でも、あって、マイクラ国で、記憶喪失で、生きてる可能性は、ある。この時、マイクラ国内の、今朝の、新聞で、載っていた。まあ、アサシンも、コンバット作戦も、してるらしいから、大丈夫だろう。エースゼロ、リース号は、特に、救助の、面でも、活躍できるから、多分、あっちって、アサシン、繋がったぜ。アサシン、無事ですか？レイムに、マリサ、無事で、よかったよ。実は、こっちは、激戦状態だから、気にするな。あっちも、レミリアには、まだ、帰国しないから、無事にって、伝えといて。レイムさんか、マリサさん。こちらは、危険です。実は、ただごとでは、済ませられないから、後で、無線機、かけます。ワークンバー、アサシンを、任せたぞ。実は、今、お前らの、こと、解説していた。知りませんか、兄貴は、任せますよ。今の、ライムグリーンの、髪の、人が、ワークンバー。声は、女性だが、性別は、男性だ。マイクラ国内、少々。激戦化としてるみたいだな。ここ、東京なんだけど、そろそろ、陥落するな。ゲームでも、日本の、首都は、東京よ。実は、東京大空襲よりも、やばい時に、なってきた。
おそらく、激戦状態。マイクラの日本も、もうすでに、近畿地方が、陥落したから、太平洋戦争より、やばいぞ。おまけに、ゲームの世界って言っても、原子爆弾が、広島、長崎、東京、大阪に、落ちたわ。私たちは、東京の、世田谷区の、あたりに、避難してるわ。実は、天候も、黒い雨で、水不足に。あれ？日本の、山下、磯六元帥と、マイクラ国の、スティーブ・アラン元帥じゃ。おい、日本の、大和魂を、打ち破って、何になる？降参するから、撤退を、引き受けて。マイクラ国の、名誉と、威厳の、ため、最終まで、戦えよ。日本よ、撤退しない。